初恋の悪魔第2話考察していきたいと思います。今回は積木セスナの違和感ですね。積木セスナは二重人格二重人格どころか多重人格複数人格があるんじゃないのかということでですねまず一つ目見知らぬ女性から手を振られてましたよね。要するに知り合いなんですよね。でもセスナは誰だろうみたいな感じだったんです。これもう一つの人格と 知り合いなんじゃないのかってことですね。見知らぬ女性から手を振られるシーン。これは多重人格、そして記憶がないというのを表しているわけですよね。人格が切り替わっていると。あとね、シャワーの水を出しっぱなしで寝ていて起きるシーン。これ別の人格に切り替わるということを表していると思うんですよね。で、はいこれ、春日の兄、朝日のスマホをセスナが持っている様子ですよね。バナナのね、あのー スマホの裏側にバナナのなんかこうシールみたいなの貼ってあるってあれねこれなんですけど朝日が亡くなった時携帯もスマホも見つかってないということで、まあ、証拠品の朝日のスマホをですねセスナが持っているということはですねセスナは朝日の事件をまあ調べているのかそれとも 朝日と付き合っていた恋人関係だったのかっていうことを表してるということですよね。で携帯もスマホも見つかってないということで誰かが持ち去ったそしたらセスナあるいは持ち去ったんじゃなくて朝日のスマホを証拠品として預かっているという可能性がありますね。でえ雪松所長がですねスマホが見つかってないと。で雪松所長はですね間淵春日に「鹿浜鈴之助を調べろ」とか。 言ってるでしょ。要するにある日の兄朝日が死んだのはまあ春日が殺したのかそれとも誰かが殺害したのかっていうふうに言ってるんですけどただこれなんですけど所長の雪松がですね所長の雪松が春日の兄朝日を殺害した可能性もあるんですよね。だから、例えばその朝日の朝スマホに、 何か署長が犯人だとか署長が何か犯罪をした証拠が残ってるから署長は必死に亡くなったスマホを手に入れようとしてるみたいにも考えられるんですよね。で馬淵春日の兄刑事の馬淵朝日が死んだのはなんか,か高いところから落ちたビルから落ちたということなんですね。まあ、要するにに仕事中ななんんで高高いいいいととこころろたたただだみかかかららら落ちたからまあ 飛び降り自殺ともまあ考えられるっていうところであともちろん、えー、亡くなった朝日がですねある日にこう何度も電話していたんですね。なのでまあ悩んでて自殺したともまあ考えられるんですね。で鹿浜鈴之助はですね隣に住んでる森園のことをまあ こう監視してるんだけど、これ私思ったのは逆に森園の方が鹿浜を監視してるんじゃないのかって思ったんですね。森園の方がこう。近浜を監視してる、るだから森園が怪しい行動をしてるのは、鹿浜に対してわざと怪しい行動をして見せてるっていう可能性もあるんじゃないのかなってなぜかというとですね。あのゴミですね。ゴミをこう出しに行くシーンって言うんですか？あの、ゴミ出しのシーンあったでしょ？ そこで森園と鹿浜が顔を合わせるんですけど、うん、なんかあの鹿浜が外に出たタイミングで森園が来るっていうのがなんかタイミング良すぎるんで、うん、だからタイミング伺ってたのかなって思ったんですよねなのであの森園ってのは森園が怪しいと見せて実は怪しくないみたいな展開あるんじゃないのかなって、まあ思っ なんですよね、はい、で鹿浜が今あの警察をまあ停職中なんですけどもあるヘマをしててこのヘマが何なのかっていうとこですよね。えー、なのでですねあのー、森園はですねなんか変な人間のふりをしてるけど自称小説家ってなってるけどまあ本当はねこれ怪しくないんじゃないのかなって私 思ったんですよねで、えー、このドラマ「1話完結で事件を解決すると」でその事件の方はまあ今回ハサミで人が殺害された事件の方は、まあ、重要じゃなくて結局その1話完結で事件を解決するんだけどその時に集まってこう会話するシーンとかに結局。 馬春日の兄が殺された謎とかのヒントが含まれてるっていうところなんじゃないのかなってあとあの雪松所長がですねなんか食事シーンで馬淵春日の父親と母親のね高い高いってやったけどあれなんか高所恐怖症かどうか確かめたんじゃないのかっていう可能性があるんじゃないのかと要するに、えー、馬淵春日は高いところから落ちたでしょだから親親が馬春日の、まあ、親がのね 馬渕春日を突き落とした可能性も考えて「高い高い」ってやって、えー、高いところを怖がるかどうか確かめたのかなみたいなうんそんな解釈もできるんですけどそっそりゃ違うかなちょっと強引ですかね。で小鳥ルカの恋は、えー、まあ服部渚のこと好きで服部渚にこう。 網を渡して事件解決するみたいなそういうパターンみたいですねただ服部渚の手柄にはならないんですけどまあそういう恋愛ってのがあるんですよね、えー、で恋愛で言うと鹿浜鈴之助はまあ積木セスナーのことが好きでまあそれは積木セスナーも気づいてますよねだってこう4人で集まるシーンでさなんか椅子 です、ね、の座る椅子だけなんか豪華な椅子にしたりとかで、ね、露骨だからこれはまあ周りも気づくみたいなところですよね、はい、でまぁマブチハなんですけど婚約者の女性と、えーま、結婚取りやめになるのかなという可能性を考えてますね、えー、婚約者の女性が結婚してもまあ浮気 ok で オーケーにしましまょうとか結婚したら仕事辞めてねとかいろいろ要求してるんで馬淵春日は仕事辞めずに仕事続けようと、えー、するんじゃないのかなって、まあ、思うんですねだから馬淵春日と積み木セスナがこう恋愛関係になるっていう可能性があるんじゃないのかなみたいに、まあ、思うんですね。で馬淵春日の兄の死んだ謎っていうので最終回まで、まあ、引っ張るんだろうけどもまあ あ自殺の可能性と他殺の可能性があるんじゃないのかって、まあ、思ったんですよね。で、えー、元刑事というか、まあ、殉職したんですけど兄の朝日は、まあ、兄の朝日も悩みを持っていたと。で馬淵春日は兄が優秀で。 自分自身は優秀じゃなくて親からも期待されてなくてものすごい心に闇があるということが今回発覚したんですよね。はいということでまあこの登場人物4人とも、まあ、闇があるっていうか、まあ、主役の登場人物4人なんですけどちょっとまあセモ者というかね、うん、普通じゃないっていう設定で会話のシーンが面白かったり、えー、するんですよね。だかからこううなんかなんていうのかな 考察みたいなそういうの混ざったようななんとも不思議なドラマで、まあ、そこが、えーまあ、考察ドラマを期待してた人はがっかりしてるのかもしれないし逆にコメディとして面白いって言ってる人もいるんでその辺のこうバランスがねどう出るかってことでね視聴率なんですけどまあ 下がるか上がるるかか上ことなんですけどねもしかしたらあのついていけないって人はね、えー、脱落して視聴率下がっちゃうかもしれないんで、まあ、視聴率発表をね、えー、2話の視聴率発表するの待ってるところですね発表された後ね、えー、また動画作ろうかなとも思うんですけどとりあえず「えー、セスナ」で気になるところをまとめたんですよね。見知ららぬ女性に手を振れれるってこれはあの 線気のせいじゃなくて。はいということで初恋の悪魔の第2話、えー、考察を終了します。ご視聴ありがとうございました。